中村和樹は、大阪府大阪市安倍野区出身のプロ野球選手。左投げ左だ。NPB 在籍当時は、育成選手だった。阪南中時代は、奈良のイコマボーイズでプレー。日本少年野球選手権で優勝。ジャイアンツカップ8強など実績を残した。大阪東院高時代、チームとしては春、夏通じて4度の甲子園に出場し、2年時は1。 学年先輩の藤波慎太郎、同期の森友屋を擁して春夏連覇を達成するが、自身はベンチ外であった。高校時代の公式戦への出場は、3年次春の大阪府大会でたった1打席のみであった。高校卒業後は、天理大学に進学し、阪神大学野球連盟に加盟する公式野球部で野球を続ける。3年次からレギュラーとなり、4年次には、 第66回、全日本大学野球選手権大会にも出場した。2017年10月26日、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから、育成選手ドラフト3位指名を受け、入団。2018年は、イースタンリーグ公式戦10試合で9打数1、アンダとプロのレベルについていけなかったが、2019年は、2軍で、 初の猛打賞を記録するなど、41試合の出場で打率、245と一定の成長を見せる。しかし、2020年は32試合の出場で打率、197と不調に終わり、支配下契約を結べぬまま11月5日に、球団より戦力外通告を受けた。同年の12球団合同トライアウトに参加。 カウント1から1からのシート打撃形式で5打席に立ち、1アンダー、1死球も3三振を喫した。2021年2月2日、ベースボールチャレンジリーグの福井ワイルドラプターズに、高知県民選手として入団することが発表された。チームトップの打率、346をマークしたが、同年9月27日、自由契約となり退団した。 173センチメートルと小柄であり、参考とする選手は同じく小柄で左だと共通点のある吉田忠しなお、ありがとうございます。